また三笘か。しかも今度は記録更新をしてしまったようだな。そうなのよ。しかも芸術的ゴールを決めてね。今回はその三笘の最新試合をじっくり、さらにブライトンの珍記録、メディアの評価までやるので、ぜひ、最後まで見ていってね。イングランドプレミアリーグ第29節では三笘薫が所属するブライトンと、ブレントフォードが対戦。三笘はこの試合もスタメン出場となったわ。もうスタメン出場が当たり前になってるな。最初のチャンスは3分。ディフェンスからの縦パス1本からボールが繋がり、左サイド抜け出した三笘にパスが通る。ペナルティエリア内左まで持ち込んでシュートするが、ディフェンスのブロックに阻まれてしまう。いきなり大きなチャンスだったな。ドリブルもだけど、やっぱりスピードあるな。速い。しかし10分。左サイドブレントフォードスローインからリターンパスを受けると、そこからクロス。これをペナルティエリア内中央に走り込んだヤンソンがドンピシャヘッドを叩き込み、ブレントフォードが先制したわ。これはお見事だったな。クロス精度がまず完璧だったし、ディフェンスの死角から走り込むディフェンスのヤンソン。フォワードみたいなプレイだったな。ブライトン応援しながら見てたけど、普通に気持ちいいゴールだったな。綺麗だったし、豪快だった。あそこまでドンピシャヘッドもなかなかないよな。追いかける展開となったブライトンは20分。センターサークル付近で三笘が相手のボールを奪取すると、そこからキーパーまでボールが戻る。キーパーは少し時間をかけてから一気に前線にフィード。これに抜け出したのが三笘。前に出ていたキーパーの位置を確認すると、ボックス外、左側ミドルレンジから狙いすましたループシュート。これがキーパーの頭上をきれいに超えてゴールに吸い込まれ、ブライトンが同点に追いつく。三笘はこれでリーグ戦7点目。公式戦10点目となり2桁得点達成に加えて、プレミアリーグ日本人選手のシーズン最多得点記録更新したわ。盛りだくさんすぎる。まず得点シーンを振り返ると、三笘の守備からのスタートだったんだな。キーパーのキックもえげつなかったけど、献身性から生まれたボールだったんだな。そうね。三笘の守備からスタート。キーパーの高精度キック、抜け出した三笘のスピードと判断力、技術よね。記録更新にふさわしい芸術ループだったな。夜中にニヤニヤが止まらなかったぜ。この調子でさらに記録更新を続けてほしいな。でもそのニヤニヤは一瞬で真顔に変わることになるわ。直後の22分、先ほどのブレントフォードの得点シーンと近い位置でのスローイン。ここはブライトンボールだったんだけど、このボールをヘディングで前線にクリアされると、ここからワンタッチで繋がり、イヴァン・トニーが外側からペナルティエリア内でアウトサイドトラップからボールを受け、そのままの流れでシュート。ゴールに突き刺してあっという間にブレントフォードが勝ち越しに成功。本当に三笘の得点からあっという間だったな。得点も一瞬のものだったし、しかしトラップからシュートまで完璧だったな。浮き球のパスだからトラップ難しいんだけど、あれだけ完璧にトラップしてシュートまで持ち込まれるとな。再び追いかける展開になったブライトンは27分。ワンタッチパスから右サイドマーチがドリブルで持ち込み、右足クロス。これはヘディングで返されるが、再びボールを受けたマーチがペナルティエリア内右でディフェンスをかわして左足クロス。これにファーで合わせたのがウェルベック。再び同点に追いついたわ。マーチのクロスは毎度ながら精度高いな。ウェルベックもこの前のワンタッチパスからいいポジショニングからのヘディングシュートだったな。そして37分、左サイド三笘がボールを受けるとそのまま縦に突破。ペナルティエリア内左、ライン際からボールを送るが、決めることができない。わかってても。ってやつだな。ディフェンスにしたら、かなり惜しいシーンだったな。合わせるのは難しかったけど、ここから得点が生まれてたら1ゴール1アシストになってたかも。そして今日のアウトサイドキックいただきましただな。三笘のアウトサイドキックも楽しみにしてる。猛攻が続くブライトンは43分。ボックス外左でボールを受けたマックアリスターがキープから強引に持ち込み、右足シュート。しかしキーパーにセーブされる。エスプピニャンが滑ってたから弱いパスになったんだけど、本当によくキープしてシュートまで持っていったよな。前半はこのまま終了。2-2の同点で折り返し。後半に入るわ。三笘の得点、活躍もだし両者白熱して面白い前半だったな。後半も期待だ。後半はいきなり48分に動く。左サイドフリーキックを完璧に合わせられ、ブレントフォードがまたしても勝ち越しに成功。3回リードされるってなかなか大変だよな。追いかけるブライトンは54分。ボックス外ミドルレンジからカイセドがミドルシュートを放つも、キーパー正面でセーブされる。さらに61分にはワンタッチパスで繋ぎ、マックアリスターが胸トラップから中央に走り込んだマーチに抜群のスルーパスを通す。マーチはペナルティエリア左からシュートを放つも、キーパーにキャッチされる。ワンタッチパスが綺麗に繋がってマックアリスターの胸トラップからのパス。これはお見事だったし、マーチも抜群の走り込みだったな。もうイケイケのブライトンは64分。
左サイドタッチライン際でエスプピニャンとスイッチしたカイセドが持ち込みクロス。マック・アリスターがニアでヘディングシュートするも、キーパー正面に。本当にイケイケだな。さらに74分、右サイドマーチのクロスにファーサイド三笘が胸トラップするが、これが流れてしまい、シュートまで持ち込めない。これは思わずうなってしまったな。トラップが流れなければ、めっちゃ惜しかった。すると85分、右サイドグロスのクロスがペナルティエリア内でルーズボールになると、ウンダフがフリーでシュート。これがディフェンスの手に当たりハンド。PK に、これをマック・アリスターがしっかり決めて同点に追いつく。試合はこのまま 3-3 の引き分けになったわ。すごいところに決めたよな。しかし面白い試合だったな。三笘も活躍したし、夜中に起きて見ててよかったぜ。三笘の評価はどんな感じだった？まずは芸術ループ団の反応から聞いていきましょうか。なんてこった。美しいゴールだ。ブライトンの GK スティールがボールを足元に置き、60ヤードのパスで三笘のスペースを見つけた。三笘はバウンドさせ、立ち往生しているラジャに対し、ボックスの外からループシュートを放った。三笘は、ブレントフォード戦でスコアをタイにするために、キーパーの頭上にとんでもないループを決めた。素晴らしいパフォーマンスを続けている。あれは驚くよな。全体の評価では地元メディアのサセックスライブ、エクスプレスともに10点満点で7点をつけ、高評したわ。前半、冷静なロビングのフィニッシュで見事にゴールを決めた。ボールが来れば常に危険な存在だったが、ディフェンスに対するチャンスは思ったほどは多くなかったかもしれない。このゴールで日本人のプレミアリーグ最多得点記録を7点に更新した。1-1にするためのゴールは一体何だったのだろうか。GK を超える見事なロブで、この男はフィニッシュの仕方を知っている。後半も脅威であり続け、別の日なら1つか2つのアシストを記録していたかもしれない。やっぱり得点シーンがインパクトあったみたいだな。全体としてはめちゃくちゃチャンスに絡んだわけじゃないけど、ボールが来れば確実にチャンスにしてた感じだな。その表現が一番しっくりくるわね。ボールが来れば確実にチャンスにしてた。最近の三笘のプレイスタイルの変化が現れているわね。それだけ効率のいいプレイをしてるってことか。対策されたって騒がれてたの一瞬だったな。本当に今後どんな選手になってしまうのか。楽しみすぎるな。そしてブライトンはこの試合で、プレミアリーグ史上初となる珍記録を作っていたので紹介するわね。珍記録？面白い試合だったけど、なんか珍しいことあったっけ？この試合のブライトンはシュート数33、枠内シュートが15、ボール支配率 73% というイケイケな試合だったんだけど、想像以上にイケイケだった。これだけのシュートを放ったことで、キーパー以外の先発10人全員が最低2本のシュートを放ったの。これはリーグ史上初だそうよ。確かに言われてみればいろんな選手がシュートを放っていたな。そんな珍記録ができていたとは。ちなみにシュート数はそれぞれの選手どうなってたんだ？1本がエンシソ、ウンダフ。これは共に途中出場ね。で、記録はここから。2本が三笘、グロス、カイセド、エスプピニャン、ダンク、コルウィル。3本がウェルベック、フェルトマン、5本がマック・アリスター、8本がマーチよ。マーチは8本も打ってたの？すげえな。いやー面白いデータだった。本当にイケイケだったんだな。三笘の活躍も嬉しいけど、そもそもやっぱりブライトンのサッカーが面白すぎるのよね。それを表した珍記録とも言えそう。だな。三笘のおかげでブライトンというチームを知れたし、三笘の活躍もブライトンの試合も両方見れる。最高だな。これからも応援しよう。みんなは今回の三笘の活躍どう思ったかしら。高評価とチャンネル登録ついでにコメ欄で教えてね。それではまた次回。オーミーポー。